さあそして攻守の方向を変わりまして、試合は最終クォーター第4クォーターに入ります。広島ホークス自陣19ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック18番プレッシャー浴びながらワイドレシーバー27番へのパスでしたが、このパスはコントロールタイミング合わずパス不成功に終わっています。ダウン1つ進みましてセカンドダウンに変わります。広島ホークス自陣19ヤードからセカンドダウン10。ナイスファースター。ランニングバック33番、ハンドオフを受けて左オープンに展開。ブロッカーを生かしながら一気に左オープンを独走し攻撃権更新としました。広島ホークスファースター。素晴らしいランプレーをしましたのは広島ホークス33番の河野、吉備国際大学出身のプレイヤーです。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウト。ここで負傷者が発生していますのでレフリータイムアウトが入ります。さあその負傷者対応終わりまして試合再開となります。広島ホークス自陣44ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック18番ワイドレシーバー27番にパスを通しましてタックル受けながら27番約7ヤードのゲインとしています。見事にキャッチ決めましたのはワイドレシーバー27番の浦部、大阪体育大学出身のプレイヤーです。広島ホークスセカンドダウン3、ボールオンは相手陣49ヤード。パス成功。ファーサークォーターバック18番、今度は中央に走り込んだワイドレシーバーランニングバック21番にパスを通しまして攻撃権更新です。広島ホークスファースター。パスキャッチ決めましたのはランニングバック21番の岩田、立教大学出身。広島ホークス相手陣34ヤードからファースターダウン10。さあ今度はオプションプレーです。クォーターバック自らキープを選択しまして中央切れ込んで約3ヤードのゲインとしています。キャリーしましたのはクォーターバックの18番の港谷、京都外国語大学出身のプレイヤーです。広島ホークス相手陣37ヤードからセカンドダウン7。さあこのプレーどうなりましたでしょうか。ターンオーバー、インターセプトでターンオーバーです。クォーターバック18番プレッシャー浴びながらこれを見事にかわしパスを投じましたが、そのパスを取りましたが三重ファイヤーバード25番、インターセプトにより攻守交代となりました。ターンオーバー、見事な対応でインターセプトターンオーバー決めましたのは三重ファイヤーバード25番の鈴木、富山大学出身。番号変更があります。三重ファイヤーバード83番が73番へ変更となります。ここで三重ファイヤーバード83番の清水が77番を着用します。
攻撃権ダッシュすることを叶えました。三重ファイヤーバードファーストダウン10の状況に入ります。ボールオンは自陣9ヤード。さあ中央へのランプレーを敢行しようとしましたが、これは広島77番が対応しまして約2ヤードロスに変えています。キャリアは16番の下本でした。それを仕留めた広島ホークス77番は西村、島根大学出身。三重ファイヤーバード自陣7ヤードからセカンドダウン12。パス不成功。ここで三重はプレイアクションパスを実行しました。ワイドレシーバー32番競り合いましたが、このパスはキャッチできず、パス不成功でサードダウンに変わります。三重ファイヤーバード自陣7ヤードからサードダウン12。パス成功。ナイスゲーム。ファーストダウン。ここでクォーターバック3番ワイドレシーバー32番にパス。これを32番キャッチアンドランし、見事相手ディフェンスを振り切って攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファーストダウン。本日三重ファイヤーバード32番の久保、絶好調のプレーを見せています。チームタイムアウト。三重ファイヤーバード三重、ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。後半1回目のタイムアウトです。後半も順調に得点を重ねる広島ホークスですが、しかし三重ファイヤーバードもワイドレシーバー久保の奮闘もありまして、その反撃の糸口を見出そうとしています。さあタイムアウトを届けまして試合再開となります。三重ファイヤーバード自陣24ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでさらにパスプレー重ねましたクォーターバック日光、しかしこのパスはリフレクトされパス不成功に終わっています。三重ファイヤーバード自陣24ヤードからセカンドダウン10。インターセプト。タッチダウン。ここでパスプレーを続けました三重ファイヤーバード、しかしこのパスを取ったのは広島ホークス13番。そのまま13番エンドゾーンに走り込んでタッチダウン。広島ホークス6点獲得となりました。見事インターセプトリターンタッチダウンを決めましたのは広島ホークス32番の前田、佐世保高専出身のルーキーです。大学高校未経験ながらここで X リーグでその名を轟かせました。そしてキックを成功させまして1点追加、広島ホークス39点、三重ファイヤーバード6点となりました。アメリカンフットボールは他の競技と違い、さまざまな競技を経験を経てその特性を生かしたさまざまなポジションが用意されています。未経験の選手でもこの X リーグで活躍することが証明されました。
失礼しました。インターセプトをしましたのは、13番の上田でした。島根大学出身です。失礼いたしました。さあこのキックオフをリターンしまして三重自陣36ヤードからの攻撃を確保しました。三重自陣36ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレーを選択しました。キャリア10番。しかしこれは広島ディフェンスライン陣が殺到しまして、このランプレーによるゲインは1ヤード。キャリア10番は三島、北海道工業大学出身のプレイヤーです。三重ファイヤーバード自陣37ヤードからセカンドダウン9。パス成功。クォーターバック9番ワイドレシーバー81番にパスを通し、約4ヤードのゲインと書いています。パスを取りました81番はフル、山形大学出身のチームキャプテンです。メッセージありがとうございます。マッカス様と呼びさせていただきます。私の声は会場の方のアナウンスでは流れておりません。私のこれは現在の地声で配信をさせていただいております。三重サードダウン5。インターセプト。ターンオーバー。ここでクォーターバック日光、好調のワイドレシーバー32番の久保にパスを投じましたが、そのパスを取りましたのは三重、失礼しました、広島の9番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。インターセプトしましたのは広島ホークス9番の酒井、島根大学出身、中四国学生で活躍した選手たちがこの X リーグでその名を刻んでいっております。攻守がありまして広島ホークスの攻撃となります。ボールオン相手陣39ヤードから広島ホークスファーストダウン10。ナイスラーファースター。ランニングバック21番ハンドオフから右オープンをつきまして攻撃権更新です。広島ホークスファースター。ランニングバック21番は岩田、立教大学出身です。中さんはコメントをさらに続けてありがとうございます。そうですね、時間の進捗のことを考えますとランプレーの方が有効だと思います。アメリカンフットボールはボールを持った選手がフィールドの中で倒れた場合は時計が回り続けます。この特性を広島イカさんとして回りますが、しかしこれを見計らい三重もディフェンス奮闘します。オプションプレーでランニングバック33番が左オープンつこうとしましたが、これを反応して三重80番がタックルして約5ヤードのロスと変えました。タックルしましたのは三重ファイヤーバード80番の桐山、大阪市立大学出身。広島セカンドダウン15。パス不成功。クォーターバック18番パスを当初投げ落としたターゲットなく右に流れて探しましたが、しかしパスは通りませんでした。パス失敗ですと元の視点に戻り、また時計は止まります。中さんがおっしゃりたいのはこの点だと思います。
アメリカンフットボール、ボールを持った選手が外で出る、あるいは前パス失敗ですと時計が止まります。これにより時間の消化がならないという形になりますので、リードしているチームはできるだけボールを持ったまま中で倒れる方が望ましいという形になります。ですがそれを続けるとディフェンスにバレます。この駆け引きが重要になります。パス不成功。そして状況をパスで打開しようとしましたが、このパスは通りませんでした。パス不成功となり、フォースダウン4回目の攻撃と変わります。会場の時計と画面の時計に誤差がありますので、その点は訂正をさせていただきます。試合時間残り2分33秒で時計は止まっております。チームタイムアウト、広島ホープ後半1回目のタイムアウト。広島ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。攻撃権の更新を図ると、ここでパスプレーを展開しようとしました広島ホークスですが、この攻撃は残念ながら止まった形になりまして、現在試合時間残り2分33秒という状況になっております。広島このフォースダウン最後の選択権をどのように行使するでしょうか。さあタイムアウトを届けまして試合再開となります。広島フォースダウン15、プレーを選択します。ギャンブル、あえてこのフォースダウンロングの状況をプレーで打開を図ります。パス不成功。ここでプレッシャーを浴びながらクォーターバック18番パスを投じましたが、このパス通らず、パス不成功に終わりました。4回目のプレー失敗ですので攻守交代となります。ターンオーバー、あえてフィールドゴールでなくパスによる攻撃権更新を図りました。フィールドゴールレンジよりも若干長いという判断だったと思います。また同時に得点差があることにより、ここでの無理はそれほどゲームに影響ないという判断があったかもしれません。しかしこれにより三重に攻撃が渡ります。三重ファーストダウン10。それをランプレーで突破を図りましたが、しかしこれを広島ナイスディフェンス、走り込もうとしたところ見事にタックルしまして、このランプレー2ヤードのゲインでとどめました。また中で倒したため時計が回り続けます。三重セカンドダウン8、ボールオンは自陣31ヤード。パス成功、ファーストダウン、ナイスキャッチ。ここでクォーターバック9番、好調なワイドレシーバー32番にパスを投じました。これを見事競り合いながら32番キャッチしました。攻撃権更新、三重ファイヤーバードファーストダウン。ワイドレシーバークオ、ここでも素晴らしい仕事をしています。さあしかしチェーンがセットされまして時計が回り始めました。試合時間残り1分30秒を切ります。三重相手陣45ヤードからファーストダウン10。パス不成功、再び32番へのパスでしたが、今度はパスが通りませんでした。しかしパス失敗ですので、ここで一旦時計が止まります。三重ファイヤーバード、相手陣45ヤードからセカンドダウン10。さあここで中央突破を図ろうとドロープレー、パスに見せかけたランプレーで突破しを狙いました。しかしこれを広島77番こちらも好調です。77番の西村がタックルしまして、このランノーゲインとしました。ここでホイッスル、
チームタイムアウト。三重ファイヤーバード。三重ここでたまらず後半2回目のタイムアウトを取ります。現在試合は広島ホークス39点、三重ファイヤーバード6点という状況になっています。攻撃は現在三重ファイヤーバードにあります。ボールオン相手陣45ヤードから三重サードダウン10、試合時間残り1分。さあハドル解けます。パス不成功。ここでロングパスを投じました。ターゲットは80番でしたが、このパスは通らず、パス失敗でフォースダウンと変わります。三重ファイヤーバードフォースダウン10、ボールオンは相手陣43ヤード、試合時間残り52秒。このフォースダウンギャンブルを本日好調のディフェンスライン広島77番西村が見事に QB サックで終わらせました。4回目の攻撃失敗としまして攻守交代です。ターンオーバー。攻撃権変わりまして広島ホークス相手陣48ヤードからファーストダウン10。インターセプト。ここでしかし三重もディフェンス奮闘しまして広島のパス失投を誘いインターセプトを取りました。ターンオーバーです。プレーの結果はパスキャッチ成功、ファーストダウンです。失礼しました、インターセプト攻守交代です。インターセプトを決めましたのは三重ファイヤーバード25番の鈴木、富山大学出身のプレーヤーが素晴らしい仕事をしました。さあ攻撃権取り返しました三重ファイヤーバード、最後の可能性をかけて自陣34ヤードからの攻撃に挑みます。試合時間残り37秒。パス不成功。クォーターバック9番、ここでフライパス、ターゲット32番のキャッチ力にかけましたが、しかしパスがオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン10、ボールオン自陣34ヤード。クォーターバックには2個粘りましてスクランブル、約6ヤードのゲインと書いています。ここでホイッスル。
チームタイムアウト。いえ、ファイアーワード。いえ、ファイアーワード。ここで後半最後のタイムアウトを使います。ラストタイムアウト。時間を20秒に戻してください。20秒。調整入りまして、試合時間残り20秒となります。さあ、ここで後半すべてのタイムアウトを使い切りました。ボールオン自陣40ヤード、三重サードダウン4、試合時間残り20秒。パス成功、ファースト。ここでクォーターバック9番のロングパスをワイドレシーバー32番見事にキャッチし、攻撃権更新としました。三重ファイヤーバードファースト。外へ出ているので、これも時計が止まっております。三重ファイヤーバード相手陣35ヤードからファーストダウン10。試合時間残り13秒。パス不成功。ここも32番のパスでしたが、これは外へ出ておりました。パス不成功となっています。試合時間残り8秒となっています。三重ファイヤーバード相手陣35ヤードセカンドダウン10。試合時間残り8秒。三重ファイヤーバードセカンドダウン10。パス不成功。今度はミドルゾーンへのパスでした。パス失敗ですので、時計は試合時間残り3秒で止まります。マカさんおっしゃる通り、三重ファイヤーバード32番が本日大変な大活躍をしています。ほとんどワンマンターゲットの状態でことごとくロングパスをキャッチし、この状況を打開を図っておりました。さあ、そのプレーに期待しましょうか。残り3秒です。しかしそのパス不成功となりました。ここで試合終了です。試合終了となりまして、広島ホークス39点、三重ファイヤーバード6点で広島ホークスの勝利となりました。広島ホークス1敗を堅持し、優勝の可能性を残しました。しかし三重ファイヤーワードもその強敵に対して全く見劣らない素晴らしい戦いでした。東京ホークス素晴らしい戦いで優勝の可能性を取れる見事な戦いぶりでした。それ第2試合の、ショーエーブレイザーズ対クラッドペアーズは、しかし
その勝利を挙げることには至りませんでしたが、その戦いは見事でしたが、互角の戦いを見せる素晴らしい奮闘ぶりでした。試合が終わりましたので、13時55分チームナイスゲームでした。13時55分のキックオフ予定に変更させていただきます。両チームの皆さんはそのかつて、その準備をしてください。この競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪に挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世にどまんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み切るに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、この配信は一旦ここで終えさせていただきます。続きましてこの後に控えております試合時間変更となりまして、13時55分からとなっております第2試合、さらにその後に続く第3試合もチャンネル変えまして配信させていただきます。この配信は XE 全13チームの協賛客により実現いたしました。そして画面に映し出された様々な方々のご協賛を経まして、この企画は成り立っております。皆様のご好評大変ありがとうございます。その配信を実施させていただきましたのは、私道楽屋リチャでした。それでは失礼いたします。